ニュージーンズが K-POP グループ完全体としては初めてリーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップのテーマ曲ゴッズを歌唱。同曲のミュージックビデオが10月4日14時よりプレミア公開される。ゴッズはライオットゲームズのプリンシパルコンポーザーセバスティアン・ナジャンドとレジェンズ・ネバー・ダイ・ライズ。 長編アニメーションシリーズ、アーケーン、サウンドトラックなどに参加したグループアレックス・シーバー・オブ・マコが共に作曲を手掛けて完成させた曲。ミュージックビデオは、大切なのは折れない心で話題を集めたプロゲーマー、レフとキム・ハイアック級の前回大会における挑戦の記録を盛り込んでいる。ニュージーンズの2023リーグ・オブ・レジェンド・ワールド・チャンピオンシップテーマ曲歌唱は、より一層有意義なものである。 5年ぶりに韓国で開催される大会であり、2023リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップのテーマ曲が制作されるようになってから10周年を迎えるためだ。これまでリーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップテーマ曲にはイマジンドラゴンズ、Z、リルナス X などグローバルトップクラスのアーティストたちが参加してきた。ニュージーンズはデビューから1年でこのようにワールドクラスのラインナップに合流し、 多様な分野で拡大する世界的な存在感と影響力を改めて証明した。ニュージーンズは、ライオットゲームズとの協業は新鮮な経験だった、として、新しいジャンルとサウンドに挑戦することができて楽しかったし、今回のコラボレーションを通じてニュージーンズと、リーグオブレジェンドの特有のカラーが盛り込まれた曲を披露することになり嬉しい、と感想を伝えた。